GP2 マシンというか、はい、今年のバイク初乗りでしたね。初乗りです。感触はいかがでしたか？そうですね、思ってたよりかはがっちりしてて乗りやすいんですけど、ちょっとまだデータが何もないんで攻めきれてない部分がかなり多いんで、まあ今日でだいぶいろいろ試せたんで、明日に向けてちょっといろいろ変えていきたいなっていう感じですね。タイム的にはもう少し詰めたかった？あと1秒ぐらいは詰めときたかったですね。54秒には入れときたかったんですけど、ちょっと問題手がネガが出ちゃって、そこが修正しきれなかったっていうのがあるんで、明日そこが修正しきれれば、まあ、4秒には入るかなっていう感じですね。マシンも人間もまだまだ詰めるところがあるっていう感じそうですね、もう人間的には全く大きいのに乗ったことがなかったんで、まだまだ慣れない部分、高速コーナーは特になんですけど、スピードがまだ乗せきれてないんで、そこだけでもタイム上がると思うんで、まあそこはレースウィークまでにしっかり慣れておけば大丈夫かなって思うんで、有意義にテストできればいいなって思います。